材料たった2つ。めちゃくちゃ美味しいから騙されたと思って作ってみて。卵2個、板チョコ2枚。卵は卵白と卵黄に分ける。卵白だけ泡立てる。角が立つくらいまで。板チョコは手で割って湯煎する。溶けたチョコに卵黄を入れて混ぜる。混ぜ合わさったら、卵白を2、3回に分けて切るようにサクサク混ぜ合わせる。型にクッキングシートを敷いて、生地を流し込む。予熱しておいたオーブン170度で30分くらい焼くだけ。型から外して、お好みで粉砂糖をかけて、できた。簡単。